西武は13日、今季取得した国内フリーエージェント、FA、県を行使していた平井克典投手の残留が決定したと発表した。今季は54登板で28ホールド、防御率2.55の好成績で、権利行使後は熟考していた。平井は球団を通じて、球団には残留を決めるまで多くの時間をいただき、感謝しています。 今シーズンは悔しい思いをしたので、来シーズンは2019年以来のリーグ優勝、日本一目指して共に戦うファンと仲間と頑張りたいと思います、とコメントした。ソフトバンクは、デイビッド・アルモンテ内野手と育成契約を結んだと発表。ドミニカ共和国出身の16歳で、身長185センチ、体重は82キロ、右投げ右打ち。背番号は となる独立の富山 GRN サンダーバーズは吉岡雄二監督が来期も続投すると発表2020年まで日本ハムでコーチを務め2021年から監督に復帰した同球団は11月日本ハムを戦力外となった盾野和明投手の入団を発表している吉岡監督は 来年も新しい楽しみな選手たちが入団してきますので、選手の成長をみんなで考え、育成していきたいと思います。来年も富山 GRN サンダーバーズの応援よろしくお願いいたします、とコメントした。韓国プロ野球、キュームからメジャー移籍を目指すイ・ジョンフ、リマサーツ、外野手は、この日ジャイアンツと6年1億1300万ドル、約164億円。 の大型契約で合意したと複数のメディアが報じたイジョンフは昨季打率349で首位打者と打点王に輝き MVP を獲得した